食べたい。イエーイ。ということでね、おはようございます。サスロイです。ですね、僕も沖縄に来てね、まあもう2年半以上経ったんですけど、結構ね、いろんなとこ行った中で、意外とね、行ってなかったところがあって、これがね、ジェグバーガーです。ジェグバーガーって知らない人もまあいるんじゃないかなと思うんですけど、沖縄にあるですね、あのローカルのハンバーガーショップで、もう昔からあるそうです。僕もちょっとあの申し訳ないですが、前提知識があんまないんですけど、ジェフバーガー、沖縄県民にジェフバーガーと言ってわからない人はいないと言って もう過言ではない、っていう、ハンバーガーショップなんですけど、あの A&W、エンダーっていうね、 A&W も有名ですけど、まあこれ1、2を争うぐらい有名なジェフバーガーで有名なのって、多分ゴーヤーバーガーとかヌーヤルバーガーって言われるものだと思うんですよ。ちょっとね、僕もねなかなか行ったことがなかった、パインちゃんも行ったことがないっていうことなんで、じゃあ今日はちょっとジェフバーガーに行こうということで、今ジェフバーガーに向かっています。キラキラビーチ、東海岸の方のキラキラビーチの近くにあるジェフバーガーがなんかそれっぽいらしいので、今から行ってきます。じゃあ行きます。I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I'm.着きました。ちょっとここで、まあ、ちょっと来るのを待ってるんですけど、ジェフバーガー豆知識をねちょっとお話ししようと思います。ジェフバーガーにヌーヤルバーガーっていうのが、あるんですけど、ヌーヤルバーガーっていうのを使った、ギャグっていうのが沖縄に存在するんですね。っていうのはこれマジで存在して、昔沖縄にお笑いポーポーっていう番組があったんですよ。でこの番組でヌーヤルバーガーハンバーガーニフェーデービルボディービルっていうめっちゃ有名なフレーズがあったんです。でもこれむっちゃ昔の話だから、視聴者の人でも知ってる人って多分相当ずっと沖縄にいるうちなんちゅの方で、しかもその世代の人だと思うから、分かる人いたらコメントください。僕は、沖縄好きすぎていろいろ調べてるうちにこれは知ったんですけど、昔お笑いポーポーっていう番組でヌーヤルバーガーハンバーガーニフェーデービルボディービルっていうフレーズがすごい流行ったというのを聞いたことがあります。ぜひ調べてみてください。来ましたね。これ僕のがポーク卵とチキンとコールスローのセットで、お兄さんこれはゴーヤチップス。ゴーヤチップスですね。とヌーヤルバーガーですね。食べていきましょう。ほっこりするわこれ。できたてしかも熱々やん。美味しい。うまいっすよねこれは。なんかホッとする、あの加工品って感じが全くしない。裏で握りましたぐらい。できたてだもんね。できたてで、なんかほんまにその辺食堂とかで出てくるおばあが食ってるのとかと同じような感じがする。うまいよ。これ見てる人でさ、沖縄出身の人とか懐かしいやろな。ゴーヤだ。ゴーヤかわいい。うまいわ。うわこれ昔なんかもう昔からこのパッケージなの。あ、すげえ。めっちゃゴーヤ。お、卵で閉じてるの。うん、食べましょう。ポークタン。すごい。いただきます。
ゴーヤ感じる？うん、ゴーヤにポーク、バーガー、ごまがめっちゃ多い。全然喧嘩してない、うん、へー、苦い、あんまり苦くさもないんだ。はい、行ってきました。美味しかったですか？美味しかったね。ゴーヤバー、ヌーヤルバーガー、あ、食べてたのはヌーヤルバーガーもね、あの見てもらった通りもめちゃくちゃゴーヤ挟まってたんですけど、そこまでゴーヤがぶっちゃ強いわけでもない、でもゴーヤは感じる、でも苦くないみたいな、ちょっと不思議な感じですね。ゴーヤチップスも食べました。あれは結構ゴーヤゴーヤしてたというか、あ、ゴーヤフライか。苦味も若干あるけど、なんか一番いい塩梅の苦味があった感じで美味しかったです。で、まあちょっとこれ見てる沖縄出身の方とか、今沖縄から出て頑張ってる方とか見ていただいてるなら、まあすっごい懐かしい気分多分なったと思います。ぜひね、沖縄帰ってこられた時はまたぜひ行ってみてください。で、観光客の方も沖縄っぽ、沖縄らしいものを食べたいっていう時はぜひ、行ってみてください。おすすめです。ではね、今回の動画ちょっと短いですけど以上になります。また次の動画を見てください。さようなら。